アコンカガのためのトレーニング。初めて一滴を見てます。これ5000メートルで高山病の症状。16回行ったエキスパートの人が5000でシェルパダウンだって。16回エベレスト行ってんのにそういうことがあるんですね。どうしたらいいんだ。頭いて、行かれてるやつだねこれ。でもすんごい気持ちいい。呼吸器をですね強めなきゃいけないのと、これですよ、今日のトレーニングでもしてたこれ98、74、心拍65ぐらい、98、これですね。もういろんなところで使おうと思います。これ正常値です。98で、これブレス、これですね。登山高所の、トレーニング、三浦さんのところに入んないと、あの本当の高所の負荷を体にはかけられないですね。あれ150万ぐらいで部屋が買えるらしいです。まあもちろんそんな余裕はないですし、そんなに高所行かないんでね。行くときは三浦さんのところに行けばいつでもできるんで、今後はカラオケボックスに行くように常に行きたいと思います。と言っても頭と、実はですね、その後痔になるんですよ。高所行くと私痔便秘になるのかな。で要はケツからお尻から血がもうドッパ出てくるんですよね。前もそうだったんです、エルブルースでも。今回も5000やったらそうなりました。今も実際そうなってます。